私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリの永瀬角、新信長伊佐沖、主演も、メガネ姿の彼を見たい日本人。トップ3、ランキング、イメージがないから見たい。第1位は、KNG&PUSの平野紫耀。5歳、女性、専業主婦、とにかくイケメンだから、36歳。女性、専業主婦、メガネのイメージが全くないので、見てみたい。22歳、女性、何でも似合いそうだから。何でも似合う人だから。かっこいいし、かわいい。31歳、女性、絶対かっこいいから、メガネをかけてほしい。24歳、女性、学生、フリーター、といった意見がありました。綺麗な顔なので絶対似合う。第2位は、キャトタンの亀梨和也。2018年に放送されたドラマ、ファイナルカット、フジテレビ系、や、2020年公開の映画、かっこうだてもの怖い部屋手配中、などで主演を務める。メガネ姿を見てみたい、36歳、女性、メガネをかけている印象は全くないが、顔が綺麗なので絶対似合うと思う。31歳、女性、クールな印象なので絶対メガネが似合う。かっこいいから絶対メガネが似合う。18歳、女性、学生、フリーター、何でも似合うからメガネも似合うはず。35歳、女性、総務人事事務系、メガネも似合うから。爽やかそうだから。32歳、女性、デザイン関連、クールなイメージなのでメガネが似合う。21歳、女性、学生、フリーター、など様々な意見が寄せられている。第3位は、KNG&PUSの永瀬廉。7月24日スタートの連続ドラマ、新信長競争曲で、織田信長のクローンである高校生を演じる永瀬さん。2011年の映画、弱虫ペダルで、メガネをかけたオタク高校生を演じた永瀬は、可愛い顔なので絶対似合う。38歳、女性、専業主婦、整った顔立ち。顔が可愛いので、メガネが似合うと思う。38歳、女性、専業主婦、雰囲気が変わると思う。39歳、女性、専業主婦、憂いのある目なのでメガネが似合うと思う。32歳、女性、専業主婦、など。7月14日、中島優翔主演のヘイ。ジャンプの連続ドラマ、純愛リゾナンス、がスタートした。中島が新任の音楽教師、吉川愛が女子高生を演じる、ドロドロの純愛ストーリーだ。教師役の中島がメガネをかけたビジュアルが、中島くんはメガネが似合いすぎ、メガネと髪型が絶妙、と視聴者の間で話題になっている。そこで、10代から30代の女性100人に、メガネをかけている姿を見てみたいジャニーズ男子、を聞いてみました。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。Life is a nuisance.